皆さんこんにちは。久しぶりの漫画にワクワクしているメイドのリコです。動画は作っていましたが、読むのは非常に久しぶりとなります。楽しみですね。今回はパッと目についた作品を購入してみました。いつもと変わらずジャケ買いです。その作品はこちら、異世界領地改革、土魔法で始める公共事業です。作者は布袋三郎様です。土魔法を使うようだから、本当にがっつり土木作業をするのかしら。ちょっと面白そう。どんなとんでも理論で運営をしていくのかすごく気になりますね。見ていきますか。これよりネタバレを含みますので、嫌な方はチャンネル登録をしてからブラウザバックしてくださいね。いいですか？始めますよ。それでは、異世界領地改革のあらすじはこちらです。異世界転生といったら、最強のスキルを授かって大活躍というのが定番だと思っている頭の老系な少年は、魔法で道路にブロックを敷いてみんなに喜ばれていた。時は遡り前世。小太りというにはいささか大きすぎる体型の土田道夫は、休日出勤をした帰りだった。完全に頭がいっちゃってる男が少女を拉致して殺そうとしていた。土田は意を決してその局を生かして強靭にタックルをかまして、少女を救う。しかし少女をかばってナイフで刺されてしまう。遅れて警官がやってきて狂人は捕まり、母親はこんな状態の土田に感謝の言葉を繰り返す。そんな光景を目にしながら土田は意識を失っていき、気づいたら体が縮んでいた。サンローゼ子爵の四男、カイン・サンローゼに転生していた。カイン、階段から落ちて死にかけていたようで、その時のショックからか、前世の土田道夫の記憶を完全に思い出し乗っ取られてしまったようだ。城壁で囲われた領土には、どう見ても絶対そんな人数は入らないであろう面積に人口が5000人も住んでいる。そしてこの世界では5歳になると、洗礼の儀を行い、神様から必ず一つはスキルを授かるのだ。というのは表向きの理由で、裏では一人一人の適性を見ているのだ。スキル一つで将来が決まってしまう不安はあるが、どんなスキルがもらえるかワクワクしながら洗礼の儀を受けるカイン。すると、何もない空間に転移してしまった。目の前には、女神ガーディアと名乗る女性がおり、前世で救った少女は孫が依代としていたと聞かされる。その依代を救ってくれてありがとう、と大層喜ばれる。さて本題に移ろう。ナローらしく、ちゃんとステータスがオープンされる。ステータスを見ると、どうやら母親が亡くなる直前に、回復魔法のスキルを継承されていたのだ。それは置いといて、3つのスキルをスロットでランダムに授けましょう。以前の転生者がチートスキル2つを選んでしまい、世界を崩壊させかねなかったのでランダムにしたようだ。スロット結果は、土魔法、魔力量無限、魔法陣魔法。どうやらかなり外れなスキルだったようで、慌てて女神は自分の加護も付与してくれた。ということで、これからの人生幸多からんことを。強制退場させられ現実に戻された。スキルが3つに女神の加護までついていたので、周囲は大盛り上がり。自分でステータスを確認すると、5歳児だから当然なのに、低い数値に絶望してしまうのだった。というのまでが1話です。貴族社会では、洗礼の儀で授かったスキルで将来が決まり、戦闘系は騎士学院や魔法士学院へ入学の後騎士団へ。政治系、というのはよくわからないですが、その場合は王立学院に入学した後文官へ。しかしカインが授かった土魔法はレベルを上げても攻撃に有効な魔法はなく、魔法陣魔法は一切詳細不明。だから将来はどこへも行けない可能性が高い、という不遇スキルをもらってしまったカインですが、前世の知識を生かして、農業や土木をして領地を発展させていく物語です。まだ序盤も序盤すぎるので、正確ではないかもしれませんが、案外面白そうな気がしました。作画も結構安定して良い方だと思いますし読みやすいです。このまま前世の知識を生かしていって環境整備や生産性向上に励み続けるのなら良さそうかな。クラフト系、になるのかしら？そういうのは好きな方ですし。無双する感じでもなさそうだし無自覚ってわけでもなさそうだし、常識を持った主人公のようですから。ただ、例に漏れずこいつもブラック企業勤めの社畜です。
この物語に必要なくない？わざわざ社畜である必要性がどこにあるの？30連勤とかいう労基を全く守っていない職場とか関係あるんですか？仕事のしすぎで過労死して転生、やったー、解放だーってなるわけでもないしさ。社畜時代の知識を活かせるわけでもないだろうし、社畜じゃなくっても全く問題なく話はできるんですよね。無駄な部分はどんどん削いでいきましょうよ。それでスキルと将来の道についてなんですけれど、政治系スキルをもらった人は王立学院にと言っていますが、その言い方だと騎士学院や魔法士学院は王立じゃないんだ。両立？私立？日本だと国立学校へ入学するって言ってるんだよ。王立の何を？小学、中学、高校、大学、〇〇の専門学校。王立って言っても何かしら騎士とか魔法士とかの機関の名前があるはずなのに思いつかなかったのかな。それか違和感もなく書いてしまっているか。あと土魔法と魔法人魔法は将来性がないと思われたとしてもヒールは有用じゃないですか。それだけでも魔法士学院に入学する理由にはなりそうですけど、怪我をすることだって多いだろうし、騎士にはならずとも治癒士みたいな補助系は必要でしょうに、将来性がないなんてことは全くないと思うんですよ。両親は意図して回復魔法を外して説明したように感じます。大事な将来について話しているんだから、一縷の望みにでもすがるはずだから、回復魔法だってどこかの行き先は探しているはずです。その話をしないってことは、単純に作者が何も思いつかなかったんじゃないと疑ってしまいます。ちらほらと余計なことだったり何も考えてなさそうな部分が散見されるんですよ。なんて言うんでしょう、表現力が足りない。必ずスキルを授かるっていう説明でも表現がおかしいですし、神様からスキルを必ず一つ授かるというのは表向きで、一人一人の適性を確認しているという文章だって表裏の話ではなく、スキルをもらったからそれを有効利用できる環境に活かせようってだけですからね。全国模試の結果が何点だったからこの大学に行こうみたいな、もらった結果を受けての分析、考察、人生設計をしているだけなの。かっこいい、それらしいことを言いたかったのかしら。そういった多少引っかかる部分を除けば、物語の流れ自体は丁寧に描かれていていいんですけどね。初期段階では魔法を使うために必須な魔力操作というスキルを持っておらず、頑張って習得しましょうっていうのが一巻の大部分を占めていました。ここもちょっと引っかかるんですけどね。スキルは神様から授かる人生を左右するほど重要なものなのに、なんで自分で習得できちゃうのっていう。一つでも自力で習得できちゃうスキルがあるんだったら、じゃあ他のスキルも習得できるんじゃないと思うんですよ。そうなると人生を左右するほどのものじゃなくないってなっちゃうし、大体の作品ではパッと使いこなせちゃう魔力を何度も練習してようやく使えるようになるっていう描写は丁寧でいいんですよ。いいんですけど、それをしちゃうと話が変わってこないって思うんです。しかも他人に継承させることもできちゃうんだから、神様から授かったスキルで人生が決まるっていう説得力が全然なくなっちゃうのよ。スキルは完全に神様からしかもらえない、習得できないってした方が世界観的には合ってると思いますよ。最後に魔力操作を習得して土魔法を使い始めた場面について、統一規格のブロックの生成や穴掘り、幸運、土を使ってのアイテム生成ができるようになりました。めちゃくちゃ整備が楽になりますね。羨ましい限りです。これらを使ってさつまいもを植えて、主人公様すごーいをしたわけですが、現地人の知能を猿にしすぎなんですよね。畝なんて紀元前から使われている農法だし、そんなので新発見だってさせるのはあまりにもバカにしすぎてる。いや、私自身は畝の機能について知れたというのは良かったですよ。実際理由も知らずに畝を作ってましたし。でも畝作り自体はずーっと昔から存在しているんですから、この世界の文明レベルを見るに今まで知らなかったはありえないのよ。あとさつまいもの種芋を直接畑に植えるよりもプランターに植えた方が発芽率が良くって驚かれます。本当に、本当にただプランターに植えるだけで発芽率上がるの？ビニールハウスみたいなのを作らなくても？だって条件はさ、畑かプランターかしかないんだよ。
私は鶴苗しか見たことがないので、本当にこれで合っている描写なのかもしれませんが、素人考えだと、それだけで変わるの？って思うんですが、もちろんどこかの資料を参考にしたとか自分で実験した結果を書いていますよね。農業に自信2期の方がいらしたらぜひ教えてください。知識チートで主人公よいしょをしたいためだけに書いた適当描写じゃないですよね。もしこんなのが続くようだと、つまらないですね。公共事業を題材にするんだし、主人公はうろ覚え知識で手探りで試行錯誤するのはいいんですけど、作者はダメだよ。ちゃんと正解の方法というか、現代の工法くらい理解して書いてますよね。野菜の育ち方くらいもわかるよね。その上で、ナーロッパの文明レベルにまでなるくらいの農業や建築などはどれくらい発展させればいいかってのももちろん考えた上で物語を考えてますよね。さつまいも育成を見ると、そこまで考えていない、適当さを感じてしまいます。知識チートをするにはちょっと知識が足りないように思いますね。ということで終わりです。今回の動画はいかがだったでしょうか？このような感じで、私が思ったことをありのままに話していきます。私に話してほしい作品がありましたら、概要欄にあるリクエストページよりリクエストをお願いします。気に入っていただけたらコメント、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。メンバーシップもありますので、良ければメンバーにもなってください。私がすごく喜びます。また次回、感想を言いたい作品がありましたら、お会いいたしましょう。